スノーピークウェイ2023プレミアムイン奥飛騨で普段体験できないキャンプを、スノーピークが提供する最高のキャンプ体験、スノーピークウェイ2023プレミアムイン奥飛騨の詳細をご紹介します。豊富なワークショップ、アクティビティ、そしてスノーピークのアウトドアギアを使ったキャンプライフを満喫しましょう。スノーピークウェイイベント概要。スノーピークウェイ2023プレミアムイン奥飛騨は、スノーピークが提供する最高のキャンプ体験を提供します。このイベントはブラック会員ランク以上の会員様を対象にしています。さまざまなワークショップやアクティビティを通じて自然と共に過ごす時間を楽しむことができます。またスノーピークのアウトドアギアを使ってキャンプライフを満喫することができます。スノーピークウェイの開催日はいつ？開催場所はスノーピーク奥飛騨キャンプフィールドになります。また開催日は2023年7月15日土曜日、16日日曜日、17日月祝です。スノーピークウェイの募集条件。本イベントはブラック会員ランク以上の会員様を対象にしています。また本イベントは宿泊を伴うイベントのため、参加できる組数には限りがあります。募集組数60組。募集期間2023年6月2日金曜日12時、2023年6月9日金曜日14時。当選発表2023年6月16日金曜日当日のスケジュールの連絡配信、2023年7月7日金曜日。なお選考は先着順ではなく抽選で行われるとのことなので、急いで応募する必要はありません。しかし必ず6月9日14時までに応募するようにしましょう。参加する上での注意事項。本イベントは雨天決行です。ただし好天の場合は中止となる場合があります。また本イベントはイベント参加費のほかにキャンプ場使用料を当日会場のキャンプ場へ支払う必要があります。お楽しみが目白押し。コンテンツとワークショップ。イベントでは様々なコンテンツワークショップが提供されます。以下にいくつかをご紹介します。シングルモルトウイスキーシラスセミナー。世界でも稀な森の蒸留所で育まれるサントリーシングルモルトウイスキーシラスのセミナーが開催されます。森の蒸留所の紹介や森香るハイボールの美味しい作り方を学ぶことができます。ジャパニーズクラフトジン6セミナー。日本の四季が生んだ6種の和素材を使用し、日本人の繊細な職人技で完璧なバランスを追求したジャパニーズクラフトジン6のセミナーも開催されます。気軽に楽しめるアレンジ講習会も実施されます。サントリー天然水水のワークショップ。水を育む自然の仕組みを実験やスライドで分かりやすく伝える水のワークショップも開催されます。自然豊かなキャンプフィールドで特別出張を開講されます。オールフリーブース。さらに進化したオールフリーの試飲を楽しむことができるブースも設けられています。リフレッシュできる飲み応えとすっきりとした後味を体験できます。スターバックス登録商標マークコーヒーセミナー。スターバックス登録商標マークのスタッフによるコーヒーの美味しさとこだわり、入れ方などを学べるセミナーも開催されます。家庭でもキャンプでもスターバックス登録商標マークのコーヒーでくつろげる時間を楽しむことができます。清酒久保田講習会。新潟の米と水で作る日本酒久保田の講習会も開催されます。日本酒の作り方や用語などの基礎知識や引き酒やアレンジなどの日本酒の楽しみ方を学べます。スノーピークと共同開発した久保田雪法も試すことができます。キャンディレー作り。キャンディーを使ってキャンディレーを作るワークショップも開催されます。レートは本来バナで作った首飾りですが、今回は美味しいキャンディーとキャンディーの包み紙などを使って食べられる首飾りを作ります。キャンプフィールドでの自転車試乗体験会。会場隣接の特設コースを自転車で走行する試乗体験会も開催されます。キャンプフィールドの自然を満喫できる爽快なツーリングを楽しむことができます。他にも
スノーピークのアパレルアイテムのアウトレット販売が行われたりと、参加すると嬉しい特典がたくさんあります。まとめ、スノーピークウェイ2023プレミアムインオクビタは、スノーピークが提供する最高のキャンプ体験を提供します。さまざまなワークショップやアクティビティを通じて、自然と共に過ごす時間を楽しむことができます。また、スノーピークのアウトドアギアを使ってキャンプライフを満喫することができます。このイベントは、キャンプ好きな方はもちろん、アウトドアに興味がある方にもおすすめです。